アンドリュー・ジャクソンは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。ラファイエット級原子力潜水艦の3番艦。艦名は、第7代大統領アンドリュー・ジャクソンにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。アンドリュー・ジャクソンの建造は1960年7月23日に、カリフォルニア州バレーホノメアイランド海軍造船所に、発注され、1961年4月26日に、 帰港した1962年9月15日に、エステスキー・ホーバー夫人によって、命名、浸水し、1963年7月3日に、ブルー班官庁長アルフレッド・ J ・ホイットル中佐及び、ゴールド班官庁長ジェームズ・ B ・ウィルソン中佐の指揮下、収益する。収益後は、パナマ運河を経由して、東海岸に向かう。 フロリダ州ケープカナベラルでの成長訓練の間、10月1日および10月11日にポラリスミサイルの発射に成功する。10月26日に同級で初めて水中からポラリスミサイルを発射するのに成功した。水中発射試験は11月11日にも行われた。5日後の1963年11月16日、ジョン・ F ・ケネディ大統領は、 オブザベーションアイランドに上艦し、アンドリュー・ジャクソンのポラリスミサイル発射試験を視察し、ウィルソン艦長とゴールドハンノル組員の印象的なチームワークを称賛した。アンドリュー・ジャクソンは1989年8月31日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦載利用プログラムに従って解体され、 作業は1999年8月30日に完了した。ありがとうございます。